で今日はタイプ8をアドラーのことを考えながらやりましょうねと思ってますと、はい、でとした時に、うん、僕アドラーで印象強いのは、うん、自分の課題と他者の課題、うんうんうん、で8の人って、うん、その他者の課題的なところはクリアしてるじゃんと思ったんですよ。でも敵か味方ですからね。でも他者の課題でくよくよはしないじゃないですか、うん、でもこう敵対するわけじゃないですか。他者の課題でこの人が自分のことをどう思ってるかとかっていうのは、はい、他者の課題で言えばもう何も関係ないって話じゃないですか。こいつみたいなのはあるじゃないですか。ファイティングポーズを取るわけじゃないですか。あ、そうなんですよね。で僕も初め、あ、うん、ハチって別にこのアドラー的に何も問題ない人じゃんと思いながら、うんうんうん、このちょっとアドラー心理学のなんか自分がまとめたものを見ていたところ、うん、言ってるのは人生の中で直面するタスクをどう乗り越えるか、うん、まあ、基本これあの嫌われる勇気をもとにやってるんですけど、はい、人生のタスクから逃げちゃいけないよと、うん、じゃあその人生のタスクって何かというと1、自立すること、うんうん、これ多分大丈夫なんですよ、はい、端の人って、まあ、ガッツセンター自立が目標とか言いますからね。なるほど、自立したい、はい、うん、ただここで出てくるんです。2が出てくるんです、うんうんうん、社会と調和して暮らせることと、うんうんうん、ここかと、うん、で前の方見ると要は権力争いしてはいけないよって出るんですね、うんうん、こう社会を支配したい人ですからね、はい、要は人生は他者との競争ではないと、うんうんうん、要はこの同じ地平の中でね、うんうん、前に進んでる人もいれば、うん、こっち向きに進後ろに逆方向に進んでる人もいますと、うんうん、で自分は本当は誰とも競争することなく自分の道を前を見て歩けばいいよって言うんですけど、例えばここにすれ違う、あ、ぶつかるぞぶつかるぞってなった時にここで胸ぐらをつかむわけですよね。ちょっと肩ぶつかったぞって、おいおいぶつかったぞお前ってなるわけですよね。でまあ、そこで僕ぶつかったのが僕みたいな、うんうんうん、一般ピーポーなら、うん、いやいやあ、すいません、あ、すいませんってなるんですけど、うん、そうじゃない場合もあると思うんですよ、うんうんうん、ありますよね。ですよね、うんうんうん、タイプ8、同じタイプ8の人もいるでしょうし、うん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 、たまたま僕も機嫌が悪ければ、うん、あ、勝てるぞと思えば、うん、こっちも行くわけですよ、うん、1も行きそうじゃないですか。間違ってる間違ってる、はい、うん、ってなるわけですよね、うんうん、あ、ではこの辺かと、うん、というところでタイプ8を、はい、皆さんと一緒に見ていければいいなと思ってます、うん、あ、そう、まあ、タイプ8反応タイプですからね、はい、で僕も自覚ではすぐカチッて、うん、スイッチが反抗のスイッチが入っちゃう方なので、うん、後で後悔するんですけどね、うんうん、行っちゃったって。まあ、8の人もそんな感じですよね。でも8は行っちゃったの後に、うん、行っちゃったをやらないじゃないですか。行っちゃったはやらないですよ、多分心の中で思ってるみたいな。でも絶対お首にも出さないですよね。まあ、うちの親父の話をすると、はい、うちの母親に出してたりはする。あ、後でごめんみたいなことはあるんですか。ごめん、ごめん、僕にちょっと言い過ぎたみたいな時に、はい、母親に、はい、あ、ちょっと言い過ぎたなみたいなあのはで母親からフォローが入る。母親、いや、なんでそれを知ってるのかなと。母親がそうやってよく言ってたから。あ、言い過ぎたって言ってたよって言ってたよじゃなくて、はい、まあ、そういう風に逆に落ち込んでたりするっていう。あ、言い過ぎると僕も反抗するじゃないですか、同じガッツとしてはい、はい、っていう、あ、言い過ぎたなっていうのは多分分かってたりはする。でもやっぱり、うん、止められないんですよね。止められないし、でこう言った相手に対しては、はい、言い過ぎたとは絶対言わないみたいなところある。あ、それ僕はねあとで謝るかな、あの時はちょっとごめんって、うんうんうん、そういうのがあんまりないみたいな、はい、うん、というところで今日もこちらですね、うん、エニアグラムのバイブル、うん、エニアグラム、あなたを知る9つのタイプ、ドン・リチャード・リソさんとラス・ハドソンさん、うん、というところでタイプ8、パワフルで仕切るタイプ、自信がある、うん、決断力がある、うんうん、ここまでがかっこいいところ、うん、強情、うん、対決的、うん、このタイプ8の根源的な恐れは人に傷つけられコントロールされること、うん、侵害されることだと、うん、根源的な欲求が自分自身を守ること、うん、自分自身の方向を決めること、うん、で超自我のメッセージは強くて自分がいる状況をコントロールしていれば大丈夫だ、うん、
僕もね、うん、そう思いますけど、うん、これ絶対僕にはないと思うんですよ、うん、ああ、うん、コントロールしたそうですよって思うんですよ。自分が強くて、うん、自分がいる状況をコントロールできれば大丈夫だ、うん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 、そうだよねって要は、まあ、そこにとらわれてるんで一生懸命コントロールしようとするためじゃないですか。支配しようとする。読んでいきましょうか、はい。タイプ8を挑戦する人と名付けているんですけど、うん、なぜ名付けたかというと全てのタイプの中でもとりわけ挑戦を受けることを楽しむからですと、うん、また他の人に何らかの形で限界に挑む機会を与えます。与えなくていい。ごめんなさい。ちょっと本音が出ちゃいました、うん、すいません。彼らにはカリスマ性があり、うん、これはわかる。わかる。会社を始めることから町を再建したり、うん、一家を維持したり、うん、戦争をしたり、うん、和平を結ぶまで、うん、あらゆる種類の試みに人をついてこさせる心身の能力を持っています、うんうんうん、タイプ8は途方もない意志の力と活力を世の中で生かしている時もあそんな時に最も生き生きしていますと、うんうん、いや自分の途方もない意志の力と活力を世の中で生かしている、うんうん、っていう時に最も生き生きしている、うんうん、彼らは精力的に環境の変化をもたらす、うん、自らの痕跡を残すんですと、うんうんうん、俺がやった、うんうん、これですね。俺がやったってやりたいんですね。多分そうですよ。けれどもまた周囲、うん、特に他の人々周囲によって自分や気にかけている人々が傷つけられないようにしますと、うん、タイプ8はそのために力や意志、粘り強さ、忍耐が必要であることを人生の早い段階から理解しています、うん、こうした資質は自分自身の中に育てるだけでなく他者の中にも求めますと、うん、俺がやってるんだから、うん、お前もやれ。そう、お前も強くあれですからね。なんか僕無理って言ってるじゃないですか。いや、いいと思いますよ。言いましたよ、僕も初めに、うん、強くて自分がいる状況をコントロールできれば大丈夫だ、うん、そうだよね、その通りだよねって思いますよ、うん、でも僕無理ですもん、うん、そんなに弱くてどうすんだですか。この会社辞めさせてくださいっていう感じですよ、はい、うちの親父とかも。なるほど、うん、で、まあ、ある例として、うん、株式のブローカーでタイプ8だという理解している彼女、うん、女の人に子供の出来事を語ってもらいましたと、うん、私の粘り強さと頑固さの大半はお父さん譲りですと、うん、父は常々誰からもいいようにされるんじゃないよって私に言ってましたと、うん、泣くのは許されませんでしたと、うん、それで自分の弱点を克服することを早くに学びましたと、うん、そして8歳という幼い時に私が大きな馬をに乗せられたまま、うん、その馬が逃走するということがあったと、うん、ところが、まあ、大人がその馬を押さえた時に、うん、私は涙も見せずに、うん、毅然と馬を降りたと、うん、その時に父親が誇りに思っているくれていることが伝わりましたと。わかる。めっちゃわかる。なるほど、うん、やっぱ泣くなって言われた。泣くなって言われた。泣くと怒られる感じじゃないですか。で泣かないと褒められるとか、うん、泣かないとそうさっきの誇らしげな感じみたいな、俺の教えを守っちょると、そうそう俺の息子だぐらいのそういう感じですよ。あーでもそれはそれでなんか、うん、あこれ僕6分かな。あ認められてるって。まあそういう感じはありますよ。だから強くあれば認められるみたいなところはある。そう、うん、だからその辺ね、僕のちょっとこすっからいとこが出るんですけど、うん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 、あそういうとこ出しときゃいいんでしょって蜂の前ではさって。でも強くなきゃいけないですからね、弱み見せられないってとこですよ。あそっか、やれを守らないといけないんですよね。やれを守らなきゃいけない。できないは許されませんもんね。こう表面上やることはできないじゃないですか。本当に苦しいのを我慢してやり続けるみたいな、うん、成果を求められるとそうですね。そう、はい、ポーズだけならできるんですけど、ポーズも一瞬ですからね。はい、確かに確かにね、うん、これ苦しいですね。でタイプ8はコントロールされたり、うん、他者の心理的、性的、うん、社会的、経済的支配下に入ることは望みませんと、うんうんうん、まあ、これは根源的な恐れだと、うんうん、人に支配されたくない、自分は自分で立ってたいんですもんね、うんうん、自立したい、侵害されたくないと、うんうんうん、なので彼らの行動の多くは自分が持っている力、うん、いかなるものであれ、うん、
をできるだけ長い間保持し、うん、強めることに関わっていますと、うん、タイプ8は将軍かもしれませんし、うん、庭師かもしれません、うん、あ、まあ、そういうことですね。要はトップか一人かってことですね、うんうんうん、中小企業家、あ、まあ、そういうことか、うん、かもしれないし、うん、権力者かもしれないと、うん、要はどこでもいるけど、うん、いずれにせよ自分が仕切り、うん、自分の領域に石碑を建てる、痕跡を残すというのが彼らの特徴ですと、うんうんうん、タイプ8はエニアグラムのタイプの中でもなんでこんなことが書いてあるんでしょうね、うん、ゴリ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 の個人主義家、主義者ですと、うんうんうん、他のタイプのどのタイプよりも独自のこの地方を占めますと、うんうんうん、彼らは独立を欲しい、誰にも借りを作りたくないと、うん、で往々にして社会的慣習に従うことすら拒否しますと、うんうん、ああなるほど、ルールも守らないんですね。ルールも守らないというか、うちの親父だと、はい、上司にも文句を言いに行くみたいな、要は社会的、はい、要はだってルール、うん、ルールじゃないですか、社会、うん、会社の中では、うん、上司の言うことを聞くことで、うん、カンパニーは成り立ってるんですよ、うん、カンパニーの語源は仲間ですよ、うん、言うことを聞けですよ。でこの親父の立場としては、はい、部下がいっぱいいるわけですよ。こっちにも部下がいる、自分にも部下がいっぱいいて、はい、その部下たちが、はい、ちょっと行ってきてくださいよみたいな、こんなことで困ってるんですよみたいな、所長があんなこと言ってみたいな、うちの消防士なので、はいはいはい、っていう感じで言うと、はい、よし俺に任せとけみたいな、怒鳴り込んでいくみたいな。なるほど、かっこよくもあるかっていう感じですよ。だから部下の期待に一生懸命、だから部下は自分たちの部下だって思ってるんで、はいはいはい、こいつらは俺が守らなきゃいけないみたいな。なるほど。今僕その上司になってみたんですけど、どうしなこいつって、ね、はい、決まり事なんだからさ、うんうん、で お前はこの部下の言うことを聞かせるのがお前の仕事だよってなるんですよ、うんうん、なんか決まり、まあ、間違った決まりみたいなあるじゃないですか。間違った決まりが難しいですね、うん、なんかもうこれやると効率悪いよねみたいな。まあね、うん、なるほど。で彼ら自らの行動の影響に対する恐れや恥、うんうん、懸念をものともしないかもしれないと、うんうん、彼らは普通自分がどう思われているかを意識しているが、うんうん、人の意見には左右されませんと、うん、決然と自分がすべきことをして、うん、人に畏敬の気持ちを抱かせる場合がありますと、うんうん、タイプ8はある程度の身体的危害を恐れるが、うん、それよりも重要なのは、うん、何らかの方法で自分の力を奪われてコントロールされること、うんうん、で彼らはなのでそのためなのか、うん、タフで、うん、体を酷使しても、うん、不平も何も言わずに、うん、耐えることができます、うんうん、そんな感じですでそれを求める感じですよ。なるほど。それがモロハの剣となるのは、うん、まあ、往々にして、うん、自らの健康や持久力を当たり前と考え、うんうん、人の健康や幸福を軽視してしまうからと、うん、そっか、自分がやってるから、うん、お前らもできるだろうになるんですかね。できるよ、やれよ、俺もやってるんだからさ、サボるなですよ。戦いですね。戦いですよ。お前らも戦いですね、うんうん、そうですよ。言いたいことあったらちゃんと言ってこいみたいな。あ、ごめんなさい、僕はなんでエニアグラムの8って言われたことがあるんだろう。またそれよりもさらに彼らは感情を傷つけられることをひどく恐れると、うん、あ、そうなんだ。それよりもさらに彼らは感情を傷つけられることを恐れる、うん、身体的の力を使って自分の気持ちを守り感情的に傷つけられないように人と安全な距離を保ちます、うん、タフな外見の裏に感じやすい心があると、うんうん、ただしそれは、感情の鎧に覆われていると、うん、傷つけられたくないんですね。傷つけられたくないんですよ。守ってるんですよ。で、なんだとってやってるんですね。来るのかお前みたいな。言ったら行くぞ、行くぞって。行くぞって。舐めた口聞いたら行くぞって。なるほどね。陰、うん、で言われてますよ。まあよくそういう話もしてますよ。あ、言われてる、言われてるって。言われてるとかっていうか、周りの人にあいつ舐めた口聞いてやがってみたいな。なるほど。僕もね、だからたまにね、舐めた口聞いちゃうんですよ。蜂の人に。そう。あ、要は、うん、慣れてきたなと思って。
いや軽口が僕の持ち味じゃないですか、うんうんうん、いいところ、うん、いいところなのかな軽い口が。なんか飲みに行ったりとかして、はい、親父の親友がいるんですよ、ね、はい、でその親友はくん付けで呼んでるんですよ、はい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 、なんとかくん、うん、親友だからいいじゃないですか、親友で行くじゃないですか、うん、はい、でそうすると初めて会った人とかが、はい、そうやってくん付けで呼んでるかくん付けで呼んだりすると激怒するみたいな。あ、それはね、お前にくん付け呼ぶ、そう、それはねこの人がみたいな、見なきゃいけない。でも激怒しないですよねあ、僕は舐められたなってかえって落ち込むことはあります、うんうん、はい、うん、でそこで本当に激怒してお前にそんな口聞かれる筋合いはないみたいな、怒り出すみたいな。僕がそれを言うのは友達の時だけです、うんうん、はい、お前って言うなとかって、うん、はい、だから友達じゃないです、もう初対面の知らない人みたいな。言えないな言えない、それは言えないです。従ってタイプ8は往々にして非常に勤勉、そうですね、うん、要は自覚ありますから、うんうん、立たねば勝たねばいけない、はい、勤勉だが自分が知っている多くの人たちとの気持ちのつながりを失うという犠牲がつきまといますと、うんうん、彼らの身近にいる人々はこうした事態に急速に不満を募らせるかもしれないと、うん、そのためタイプ8は困惑しますと。なぜ家族は、うん、あの文句があるのかがわからないと、うん、自分が苦労して養っているのに、うんうん、なぜ私に失望しているのだろうと、うんうんうん、頑張ってるだろうって、うんうん、お前たちのために頑張ってるんだよ、戦ってるんだから、うん、だからお前たちも戦うまあでもそんな感じはありますよ。なるほど、うん、まあ、ご家族にタイプ8がいらっしゃると、はいはい、こうしたことが起きると、うん、タイプ8は周りに誤解されていると感じ、さらに距離を置くかもしれませんと、うん、実際堂々とした外面の裏で、うん、往々にして傷つき拒否されたと感じます、うん、ただし彼らはこのことについて滅多に語らない、うん、あ、弱みを見せないんですね、うんうんうん、なぜなら自分の感じやすさを認めることがなかなかできないからですと、うん、自分自身に対しても認めにくいのですから、うんうんうん、他人に対してはなおさらですと、うん、自分が拒否される、うん、例えば離婚とか恥ずかしめとか、うん、批判される、クビになる、うん、っていう傷つけられることを恐れているため、うん、先に他者を拒否することで、うんうんうん、傷つけたのは自分だ、うん、俺が拒否した、拒否されたんじゃなくて俺が拒否したですよねっていうのをやるんですね、うん、ってやって自分の、うん、なんか振られるとか、うんうん、自尊心を保つ、首にリストラされるっていうのをから守ろうとしていると、うんうん、首になったんじゃない、俺が辞めたんだです、ね、まあ、そうですね、うん、その結果、うん、通常の段階のタイプ8は、うん、人とつながったり愛する能力を阻害される、うん、なぜなら人を深く愛することで、うん、そうですね、愛っていうのは自分が向こうに入っていくことだと考えると、うん、なんか自分の力を人に渡してしまうことで、うん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 、根源的にこの世は侵害される、うん、まあ、この自分の生活圏内を、うんうん、まあ、よくなんか結婚って領土の取り合いって言いますもんね、うんうんうん、それを侵害される恐れがあるからだと、うんうん、でタイプ8が自分自身を守るために自我、エゴを強めれば強めるほど、うん、彼らは自らの自尊心、うん、権威、うん、卓越さに対する現実的、うん、あるいは想像上の侮辱に敏感になる、うん、あ、想像上の侮辱ですね、うんうん、要は侮辱してないのに、うんうん、こいつ舐めた口聞きやがってそう向こうは結構多分フレンドリーに多分言ってるんですよ、うん、まあ、そうです、飲み会の席だからさって、うん、楽しくこうなんか親しくなったつもりですよ多分。そうですよね、楽しく話をしててみたいな、はい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 、で突然こうぶち切れるみたいなびっくりするやつですよ。そうですね、うん、お待て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 って別にそんな悪気はないってみたいな、はいはいはい、いやそんなつもりで、ね、そうそう、相手が相手だと相手も切れますよね、うん、いやそんなつもりで言ったんじゃねえんだよ、切れますよ多分、はい、うん、けれどもタイプ8が感情面で健全な時、うん、っていうのは内面の安定した動機とともに機知に富んだ態度も取ることができると、うん、人生に対する大きな情熱を持ち自分の主導でことを起こしますと、うん、なので彼らは尊敬に値し威厳がありますと、うん、信頼でき存在感のある自然なリーダーですと、うん、あ、なんかリソさんが急に
蜂に媚び売ってるんですかね。やべやべ、蜂怒らせるぞってなんかね、フォローに入る段階が早いんじゃねえかって今。地に足がついていることで、うんうん、決断力とともに、うん、豊かな常識を持つことができると、うん、批判を受ける覚悟ができているのは、いかなる決断も全ての人を喜ばせるわけにはいかないことを知っているからですと。けれども自分ができるだけ責任を持っている人たちの利害に平等に気を配りたいと思っている、うん、知っている人たちにみんなにとってより良い世界を築くため自らの才能と不屈の精神を発揮しますと、うん、なるほど、はい、この辺ですね。やっぱアドラー的に言っても人間社会ですからね、うんうん、共同体感覚ですよ、うん、いろんな人がいますよ、いろんな人はいますよ、はい、社会と調和して暮らせること、うん、で、まあ、アドラーが言うところの行動を支える心理面の目標としては、うん、私に能力があるっていう意識、うんうん、多分ここはクリアしてるんですよ、うん、ハジの人は、うんうんうん、で人々は私の仲間であるという意識、うんうん、仲間って横なんですよ、そう部下では、ね、ピラミッドじゃないんですよ地平線なんですよ、うんうん、はい、多分この辺なんでしょうね、横のつながり、ね、あ、横のつながりいいですね、うんうん、横のつながりがしたいんですよ、うんうんうん、なぜこうやってなんか仰ぎ見させられるんですかね、うん、要は権力争いから降りましょうねっていうのが嫌われる勇気で語られるところなんですね、うんうんうん、これをやり出すともうキリがないんですよね、うん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 、でもこの人は終わりのない戦いによし来たなんですよね、権力争い負けないぞっていう、うんうん、この辺が多分問題なんでしょうね、うんうん、